オロチの復活が近い。オロチの軍師ダッキを撃破したジョコウとムザシはダッキの捨てゼリフに耳を疑った。戦後二人は仲間となった佐々木小次郎を引き連れ左近のもとに急行する。報告を受けた左近は軍の進行を早めた。あの謎の男の無言の訴え、それは魔王復活の阻止であると踏んだのだ。武田軍のもとにたどり着いた左近は当主武田信玄と会談。左近の息を感じた信玄は協力を快諾する。ダッキを追い詰める第一手は打った。この時軍師左近の頭の中ではすでに次なる戦略が渦巻いていた。左近よ、ダッキちゃんの相手は武田だけではちと厳しいかの。変身功の力も拝借しようかと。でその策を考えてんですがね。おお、いつになくやる気じゃの。申し上げます、上杉家の兼続殿が正体不明の軍勢に襲われているとのこと。親方様、兼続殿救援のため何卒出陣をお許しください。左近、災い転じて何とやら、おことも言ってみんかね。信玄公にはかないませんね。雪村、俺も助けするぜ。兼続殿、ご無事か。真田幸村が火星に参る。それまでしのがれよ。あなたも幸村よ、来てくれたのだな。邪魔が入ったか。さっさと行っちまえ。ここで口当てろ。貴様の最後だ。敵将打ち取ったり。お見事でございますな。魔王軍攻め立てよ。ここで私が手をつけば夜村たちの義はどうなる。幻を食っても仕方ない。術者を探して撃ちましょう。落石しきっとるやつを撃ちますかい。幻ごときに炎の姿を見失いはしない。この剣装、さては雪村の仕業だな。魔王数攻め立てよ。敵の小細工も難なく突破か。
門番を倒して、スッと抜けちゃいますか。魔王から攻め立てよ。存分に味わうがいい。せいぜいあがくがいい。敵将討ち取ったれ。耐えているな。よし、簡単なく打ち込め。見事でございますな。つまらん戦勝だ。こいつの風を。せいぜいあがくがいい。敵将を打ち取ったり。鎖国もゆっくり王殿の夜はあろう。雪村さん、私はここにいるぞ。金継ぐ殿、ご無事で何より、今少しの辛抱です。風を切るか。とろうよ。敵将、打ち取ったり。お見事でございますな。意図誘拐に裏打ちされた人、本当に怪我されはせぬ。我らもさらに精進せねば。そこの門から森へ抜けられそうだね。貴様はここで口当てろ。魔王数攻め立てよ。やった時が貴様の最後だ。敵将打ち取ったり。鎖国の行く手に王天の夜はあろう。門が開いたぞ。命から身の勝利だ。じゃあ門がこんなところまで。
追っ払えつったろ。我が現実にて葬りましょう。魔王カズ攻め立てよ。ところで、あんた何者です？それにあのお猿は。わしは復帰、旋回の者じゃ。あの猿も旋回の住人よ。やつは平の清盛に従い、戦力になる者を集めておるのに。で、その清盛ってのは？オロチの妖気を吹き込まれた半人半馬、オロチ復活を企んでおる。ダッキだけで面倒なのに、また厄介なのが出ましたね。サコンこそ天下無双、天下そう告げておる。我が力存分に味わうがいい。我が力存分に味わうがいい。このフィナーレをあるべき姿に変えてみせる。おお、我らで正しきよ将来戦後天の世を。後天の、いや待て、もう違うぞ。先生あがくがいい。耐えているな。お見事でございました。邪魔しやがって。いっそこいつをさらっていくか。
清盛ってやつに興味あるが、俺は主を選ぶんだね。黙れ負けたる。寛平が相手になる。僕謝るぞ。おとなしく旋回に戻れ。退屈な旋回より、これはこっちが気に入ったんだよ。これでお前にも分かったろ、意の力、意の尊さ。こんなやつ連れてって清盛のおっさんが怒んねえかな。別者にお前、俺に任せる。来ますか。敵将討ち取ったり、おかげで義が勝利できたぞ。礼をせねばなるまい。実は下心がありましたね。謙信公にお会いしたい。任せておけ。私が早速取り計らおう。謙信公、左近殿をお連れしました。何卒お話をお聞きください。金継ぐを救いし戦、見事。謙信公、ダッキがオロチ復活を目論んでます。さらに清盛ってのが出てきまして、そいつもオロチの復活を企んでるようです。どうです、力を貸しちゃくれませんか。だからよ、そのあれだ、頼むぜ。ああ、サトンほどうまく言えねえ。闘争の春未だ尽きず、謙信も立とう。おお、謙信公、身のために立たれるか。ならばこの金継ぎも死力を尽くしましょうぞ。見事じゃ、左近。武田と上杉をうまくまとめたの。俺は何もしちゃいませんよ。復帰さんのお手柄じゃないんですか。わしは探しておったのじゃ。我の強い武将らを束ねる者を出す。オロチの復活阻止。お主ならその役目十分に果たせよ。試したってわけですか。お人が悪い。ハハハハ、その義は許せ。その代わり今後はわしも協力しよう。